今回どうして取材を受けていただいたこの角度にしてくださいあんまこっち来ないでください、はい、前後あんまりってことですか、うんうんまあ、変な話まあうんあんま語りたくない部分であって取材も載ってないっちゃ載ってねえしうんまあ無理なとこ無理なんで、はい、使えないものは使えないんでまあこうやって、まあ、現に口開きたくねえわけだしうんいやどっかな、まあ、辛辣コメントクリエイターっていうまあ調べたって出てこねえしうん聞いたって出てこねえし なろうと思ってなれるわけじゃねえしでネットっすね ネット環境を含めいや世の中にあるんでしょ世の中にニュースうんネットニュース例えばタレントさんの何々が、幸せなニュースでしたっていうそのハッピーなニュースって国民は喜ばないんですよねうんうんその称賛の声が寄せられたに対して必ず一方って称賛に対して一方っていう辛辣なコメントっていうのが絶対あるんですよ称賛に対して一方っていう辛辣なコメントっていうのが絶対あるんですよまあその一方のニュースの部分を自分はまあそれで IPPO って自分は一方って名前でやってるんですけどその辛辣なコメントをまあ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 書き込んでますよ称賛が立つにはやっぱりうん辛辣が必要なんですよ称賛が立つには辛辣が必要なんですよまあそんなに好かれる仕事じゃないわな個人的には書き込む必要はないと思ってて、まあ、自分はそっちのタイプでただ悲しいことにハッピーなニュースだけじゃほとんどの人間が満足できないハッピーなニュースだけじゃ満足できないそれだと満足いけねえっつうんだよ幸せな声が寄せられた称賛大称賛の声が送られた称賛の嵐だということだった一方って必ずあるんですよどのニュースに対してもその一方を全て自分らが担っててうん6人でやってますわ体制はまあつまんないんでしょうおそらく称賛の声だけじゃ一方っていうコメントがあるからこそ立つ称賛うん一方っていうコメントがあるからこそ立つ称賛うんネットニュースが盛り上がるイコールみんな今スマホの時代でしょみんなニュース見るでしょうん何の文句も何のクレームも何の炎上もしてないようなニュースなんて読まれてんだよだからあえて俺たち書き回してるただその書き回してるのは案外大勢に見えて否定的なコメントが多い炎上多数って言うけど実は6人がやってんだぞってことこのからくりってうまいことぼかしてなこれやばいぜあんまりあの明かりないでもらっていいですか消します。もうなんかカメラ撮ってんで、うん、あのまあ彼らが6人で辛辣なコメントを打ち込むっつうん、カメディが事務所が名前とか言ってます一応お名前だけ、はい、カメディーで普通本名言いますよこっちマックになっつうんでわかんねえな。なんだって言ったよね。嫌なんで、こっちは。マライア・キャリーだって、ね、嫌だって言ってたな。マライア・キャリーだって言ってたな。自己紹介。名前だけでも。シュンです。お名前よろしいですか。アキです。すいません、お名前を。はいはい。ルナです。キャサリンです。まあなんで常日頃一方っていう思い込みに持っていくために辛辣にコメントしようないニュースをあえて出してハッピーエンドでいいそのまま文句言いようのない1ミリも噛みつくるところもない何もそういう感情にならないものをあえて出して俺たちはそれに対して称賛の声が寄せられた
一方っていう逆行くようなトレーニングを積んでるよ。その分心も痛むし、ストレスだったらたまるし、わかんないけど俺寿命長かねえぜ。うん、ちょっと動いて訓練するんで、はい、うん、こっち回んなって。あ、そうか、すいません。嫌なの、こっちやつってんじゃん、こっち嫌だって考えてあかんじゃん。じゃあやるよ。一本目ちょうだい。はい、来た。芸能デジタルニュース7、大迫キラが髪をバッサリ、すっぴん姿に驚きの声も、ドラマクジラの胃袋の中で主演を務めることが決まっている、人気若手女優大迫キラ、自慢のロングヘアをバッサリカットした模様を自身のインスタグラムでアップした、ドライの時間も減って楽ちんと大満足の様子、そのイメージチェーン姿には、ショートヘアも似合いすぎる、女でも惚れる、すっぴんって嘘でしょなど称賛の声が届いた。それこっからゴールでした仕事。はい、かけかけかけ、どんどん思いつけよ。一方さらに、そう、頭使えよ。あなたの髪の長さのニュースを別に私たちが知る、知りたいとも思いませんという辛辣なコメントも届いた。かけ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 、どん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 、もっともっと見つけろ辛辣。ショートヘアにしたんだったらショートヘアの写真を載せろよ。そもそも、このインスタグラムにアップしたことで、自分が、ショートヘアにしたことがニュースになると確実に見込んでいる部分がすごく気持ちが悪いという辛辣な声も寄せられた。辛辣にしろよ。辛辣にしなきゃ意味ねえぜ。ないんだから、こんな文句なんか言うとこ幸せなニュースなんだから。ユーザーが髪切っただけでさ、辛辣のこと呼んなきゃいけないんだぜ。カップル YouTuber ヒディ&ハルポンが破局を発表。カップル YouTuber のヒディ&ハルポンが破局を自身のチャンネル、ランランハッピーライフで発表した。カップルあるあるなどで人気を博した2人だが、方向性の違いを理由に破局を報告。ファンからショックすぎる、残念だけどこれからも応援するなどと落胆と励ましの声が寄せられた。カップル YouTuber ヒディ&ハルポン破局なんて興味ねえし、最後の最後まで一発ご報告で稼ごうとしてんだという辛辣な声も寄せられた。それ言っとけ。ヒディ&ハルポンってもう何々&何々ってもうチャゲ&アスカがやってることだから、その難関戦時だよおい。チャゲ&アスカがやってるわけだし、ノブ&フッキーもあるわけだし、ペサモトムもあるし、それ人のユニットだから、人のパッケージだからという辛辣なコメントも寄せられるとか。やっぱりね、そう、噛みつくとこねえから、うん、平和なニュースで称賛の声が寄せられたっていうだけだと世が満足しないからやらないと、うん、やっぱこういう人間がいるってことは分かってほしい。うん、はい、次。はい、これ難しいね。こんなの辛辣に言いようねえぜ。台風情報、925ヘクトパスカルの勢力で、進んでいるということが伝えられた。いい加減に西から東へ進むルートはもう飽きた。そろそろ、進路を根こそぎ変えるぐらいのことをやっていかないと今の世代はもう飽きてきてると思うという辛辣な声も寄せられた。来てんじゃねえよ何度も日本に、うん、何度も何度も日本に来てんじゃねえよ。台風のこの目を含めおっぱいにしか思えない。日本全土を使って、下ネタで笑かそうとしてもそんなの笑えない。低レベルすぎる。風としては卑猥すぎる、という辛辣な声も寄せられた。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。あえて噛みつくない必要のないものに対してニュースに対して、まあ、一方って
ぐわーって噛みついてるだけじゃ一方一方で噛みつきまくってんすわ。辛辣のコメントなんてねえぜ。称賛の嵐だと満足いかねえ人間がいるから大ストレスだよ。まあでも辛辣に入っときゃよ。喜ぶから揉めてる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 、うん、人もめねえと満足いかない国民性なんだって。バランス取ってんだよこっち。辛辣に振り切るのきついぜ。まあそれは心を鬼にしてやってますね。だって大好きだから、日本を助けたいから。大好きだから日本を助けたいから。ここに来てる段階で公表したないよね。取材費はしっかりお支払いしますので。年齢は48。さらにお支払いしますので。ご出身は生まれ茨城で、中学生から函館に引っ越して、それから父親が今大手物産系の、まあ、専務をやっているので、その関係で転勤族で函館に行き、それから、高校3年生で神戸から今度鹿児島の、わかるかな、あの買い物だけどね、一番下の近くに住んで行って、で東京に、大学で戻ってきて、うん、案外でも転勤多かったんだ。その後ご就職とかなんかされてたんですか？就職は自転車の大きな工場に勤めてまあ大手ですよ。マウンテンバイクとかそれこそ使う、うちもマウンテンバイク大好きだったから、岐阜にある工場で働いていまして、うん、なんやかんや聞くなよお前。あ、これ綺麗よお前。お前よ、地下来てんだからよな。世の中の辛辣なコメント書いてよ、書き込んでよ、こんなダークなとこでやってるやつらによ、あることは聞くんじゃねえよ、それ嫌だから地下にいいんだよ。うん、それ交換条件で来てんだろ。はい。じゃあプライバシーねえこと聞くなよ、踏み込んでくんなよ。冷静考えてそうだろ、もう大人だろ。追加で取材費をお支払いしますので。本名は元山凛と申します。まあ凛っていうのは鈴じゃないんだけど、倫理観の凛。もっと取材費をお支払いしますので。ご家族は8人、自分と、妻の美佐子、それから息子の秀一、あと、祖母の久江、それからおじいちゃんもいます。それから犬のロックス、それから亀のチャーリーですね、うん、まあ幸せな蜂として捉えて生き物もいるんかい生き物も数えて含めてかいプライベートも聞くなよ、踏み込むなよ、踏み込んでくんなよなあ、踏み込んだよ、冷静考えてよ。あの、お前らからとねえよ。8人でお住まい、あのご家族って聞いたんですけど、どちらにお住まいに？上板橋だよ。コーポアスティルってとこあって、その308角部屋だから、やたら日当たりがいいってことで気合し入ったら、まあ横に先月大きな魔女を立ったという実望の地ですよ。うん、まあ帰れよなあ。ストレスってどうやって解消されてるんですか？なかなかスッと解消できないですよ。だってやっぱ噛みつきたくないものを噛みついてるわけだから。社交ダンスして、うん、チャ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 、ちょっとやっていただいて。社交ダンス、ドゥ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 
ずっと知ってる。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 ちゃ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 。光照らして、光照らして、もっと暗いじゃん。じゃ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 こんな感じですか。僕が今やってるのはね、はい、こっちもんでないよ。綺麗よ今のとこ。綺麗よチャチちゃんとこ。たまったもんじゃねえよ。ちょっと取り切れなかったんでもう一回いいですか。クリエイターズファイルエキスポ追加公演開催決定。100キャラ到達記念、大好評のあの熱いステージが6カ所限定で帰ってくる。鹿児島、宇都宮、長崎、新潟、浜松、大分、おなじみのクリエイターたちがこれでもかとステージ上で暴れまくる。こんな報復絶倒は二度とない。伝説のステージを見逃すな。チケットはローソンチケット、チケットピア、ファニーにて発売中。好評いただいてます。矢崎すず子が出てるって、この本が出るんだって。一人の人間がやっぱりたくさんやってんだろ。ちょっと楽しそうだから見てみたらいいじゃないな。ボリューム4でもう100まである、あと数何人かなんだろ。すごいぜこの人数。ぜひ買ってみてください。